マルコによる福音書、九章。また、イエスは言われた。よく言っておく。ここに立っている人々の中には、神の国が力にあふれて現れるのを見るまでは、決して死なない者がいる。イエスの姿が変わる。六日の後、イエスは、ただ、 ペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でイエスの姿が変わり、衣は真っ白に輝いた。それはこの世のどんなサラシ職人の腕も及ばぬほどだった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、 私たちがここにいるのは素晴らしいことです。幕屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのために。ペトロはどう言えばよいかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子。 これに聞け。弟子たちは急いであたりを見回したが、もはや誰も見えず、イエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を下っているとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならない、と弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を、 心に留めて死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ立法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来てすべてを立て直す。では人の子についてはどのように書いてあるか、多くの苦しみを受け、 下げすまれるとある。しかし、言っておく。エリアはすでに来たのだ。そして、彼について書いてある通り、人々は好きなようにあしらったのである。汚れた霊に取りつかれた子を癒す。一同が他の弟子たちのところに来てみると、 彼らは大勢の群衆に取り囲まれて、立法学者たちと議論していた。群衆は皆、イエスを見つけて、非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのか、とお尋ねになると、群衆の一人が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は、霊に取りつかれて、物が言えません。 霊がこの子を襲うと、ところかまわず引き倒すのです。するとこの子は泡を吹き、歯ぎしりをして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるように、お弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと不信仰な時代なのか、いつまで、 私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々はその子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子に痙攣を起こさせた。その子は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。 イエスは父親に、いつからこうなったのか、とお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を滅ぼそうとして、何度も息子を火の中や水の中に投げ込みました。もしできますなら、私どもを哀れんでお助けください。イエスは言われた。もしできるなら、というのか。 信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物を言わせず、耳も聞こえさせない霊。私の命令だ。この子から出て行け。二度と入ってくるな。 すると、霊は叫び声を上げ、ひどく痙攣を起こさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか、と尋ねた。 イエスは、この種のものは祈りによらなければ追い出すことはできないのだ、と言われた。再び自分の死と復活を予告する。一行はそこを去ってガリラ屋を通って行った。しかし、イエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに教えて、 人の子は人々の手に渡され殺される。殺されて三日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはその言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。一番偉い者。一行はカファルナウムに来た。家に着いてから、 イエスは弟子たちに、道で何を論じ合っていたのか、とお尋ねになった。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかと言い合っていたからである。イエスは座って、十二人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして、 一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、抱き寄せて言わせた。私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。逆らわない者は味方。 ヨハネがイエスに言った。先生あなたのお名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが私たちに従わないのでやめさせました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行いそのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。 よく言っておく。あなた方がキリストに属するものだという理由で、一杯の水を飲ませてくれる人は、必ずその報いを受ける。罪への誘惑。また、私を信じるこれらの小さな者の,の一人をつまずかせる者は、ロバの低いシウスを、 首にかけられて、海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし、片方の手があなたをつまずかせるなら、切り捨てなさい。両手が揃ったまま、ゲヘナの消えない火の中に落ちるよりは、片手になって命に入る方が良い。もし、片方の足があなたをつまずかせるなら、切り捨てなさい。 両足が揃ったままゲヘナへ投げ込まれるよりは片足になって命に入る方がよいもし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい両目が揃ったままゲヘナに投げ込まれるよりは一つの目になって神の国に入る方がよいゲヘナでは宇治が尽きることも火が消えることもない 人は皆、火で塩気をつけられねばならない。塩は良いものである。だが、塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして、互いに平和に過ごしなさい。